ただ拾った俺は。うん。拾ったよ。マットザイル。いや、なんか嫌な感じだよね。どんなの作られるのか怖いけどさ。うん。あ、でもね、ピグの方にメッセージが来てて、マット職人さん、多分俺のテレフォンショッピングとかいろいろ作ってくれてる人だと思うんだけど、いつもマット素材の提供ありがとうございますって、悪気はないので、って言うから、うん、そういうメッセージは来てたけどね。うん、俺返事返してないけど、もし今の放送見てたら、どうぞどうぞ好きにやって。俺なんかいじくられてなんぼだし。最終的に、生主やってて、いじくってもらえなくなったら終わりだから。うん。で、見て、そのマットを見て、バカだな、こいつとはさ、思って多少ちょっと笑ってくれたらもうそれでいいだけだから。うん。そんだけだよ。まあもう好きに作って。いいの、いいの。返事聞かれよ。返事はしようがねえじゃんかよ。ありがとうって言うの。ねえ、ありがとうはあんまり言いたくないじゃんだけど。うん。ありがとうはあんまり言いたくないよ。ただ、なんか、うまいなぁと思うだけで。うん。ってことでおかわり取ってきます。丸くなってるよ、俺なんか、とっくに。よっしゃ。はいよ。俺、家の人間と、いや、ちょっと待って。ねえ、マットに関して、ありがとうのポジションなの俺。いや、まあ、いいよ。いや、わかった。じゃあ、もう、T シャツうなぎぬだよ。マット作っ、じゃあわかりました。わかったよ。じゃあ、コンパクトやってからな。ビッシュデンスター。ビッシュデンスター。チャッチャッチャ。はい。はい、リセット。リセット終了。じゃあ、わかった、わかった、わかった。わかったよ、もう。うるさいな。ちょっと痛いな、ここ。硬いから。マット職人の方、いつもいつも、楽しい、動画編集、ありがとうございます。ちょっと行ってみましょうか。はい。今後とも、うなちゃんマットをよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそって。バカ野郎、職人がいるじゃねえか、立ち見の家に。完全に職人じゃねえか、それ。なんだよ、今の。これもマット素材。これは使いようがねえだろう。結構固めに言ったんだからよ。録画されちゃいいよ、もう。そんなの。はい。ってことで、おかわり行くよ。あんたたちシャッターチャンスを逃すんじゃないわよ。いいわね。はい。週始めからね、みんなありがとう。ほんとありがとう。立ち見の B もね、結構読んでるからね。はい、乾杯。うん。A はいつも俺に冷たいけど、今日意外と優しいな。うん。ありないつも通りありがとう。はい。中山この野郎。はい。でもさ、放送はさ、楽しくやりてえじゃん。